で、これをこの写真を放送中に手で見て、初めてバスが突っ込んでね、笑って。これ撮ってこうやって見たんです。はい。鏡代わりにやったということですね。なるほど。で、ここからこの正面しか見えないんですね。はい。で、この後ちょっと一応あの新聞の写真もあるから、次の写真いきますか。次の写真。次。はい、あ、ごめんなさい、ちょっと戻しましょうか。いや、変な人ですよ。一個戻せますかね。ものすごい前で緊張感があるの。全部戻せる。戻りますか。ちょっと現地のコルシカの人なんですよ。そうですよね。日本語うまそうだな。あの、はい、これ曲がってますもん。そうなんですよ。で、あの、僕はここから前しか見えてなくて、で、そもそも、まあ、ちょっと数日前からの話をしますと、まずですね、はい、コルシカでは、はい、あの爆弾テロがすごく有名なんですね、はい、でお土産屋さんに行くと、ね、こう爆弾のに導火線が、はい、こうついてるような絵のグッズがたくさん売ってるんですね。陽気な爆弾と絵が描けそうです、はい、すごいな。でコルシカ島っていうのはもともとやっぱりコルシカの人たちっていうのは一部の人たちですね、まあ、その独立精神があって、でコルシカにある、まあ、フランス本土の人が建てた高級別荘地とかを、あの爆破する文化なんですよ。で、その、あのコルシカの、過激派たちの停戦条約がこのツールの数日前に解除されたばっかりです。停戦じゃなくなったんです。はい、臨戦態勢になったんです。はい、で、実際この放送始まる前に表彰台エリアとかビッグエリアに爆弾探知犬が15匹配備されて、みんな爆弾を探してたんです、はいはい、で、あとプルドムさんもツール開幕前にその停戦を受けて、我々はでもテロには動じないというコメントを残してたんです、はい、そういう事前情報をピリッピリした状態だったんですね。知ってたんです、はい、知ってたら放送中にこれは見えなかったんです、はい、でここもこのぶつかった瞬間爆発音ですよ。あ、でこのバスの上に多分このクーラーの装置がついてて、はい、ここから白い煙がバーッと出て、ここら辺にいた観客がみんなドラーって逃げたんですよ、うん、で僕のところから爆発音と白い煙と逃げ回る観客しか見えなかった。完全にテロですもんね。来たーと、来たじゃないか。いやいやいや、その喜んでいうことじゃないですか。違う違う、それでも次は多分放送ブースだなと、うん、世界の実況解説陣が今度はターゲットだなと。このビップエリアで多分すごい大変なことになってると思ったんですよ、頭の中で、うん、でもとりあえず喋んなきゃと思って、でも分かんないですよ、放送で全然数分間もう怯えながらですよ、ガタガタしながら喋ってて、で写真を撮ったら、あ、バスかと、ちょっと安心して気づいたんですけど、本当にテロだと思ったぐらいこの瞬間は聞いた。でこれあの今もうゴール、うん、おそらく10分前ぐらいですね。そうですね、15分くらい前に突っ込みましたもんね、はい、で、この今こっちの反対側の方で選手たちは、はい、無線を聞いてるんですよ、はい、まず大会の公式無線でチーム側に対して、ゴール地点は3キロ手前に変更になりました、フランス語と英語で交互に繰り返して、はい、出ましたね、はい、でそれを今度監督が無線で選手たちに、はい、おい、ゴール地点変わったぞと、はい、よくわかんないけど3キロ前に変わったぞと、はい、で今そのちょうどこれですね、あ、顔を覆ってるあっちゃー。で、もうそういう状況だったんですよ。カンガルー、物悲しいね。物悲しいですね。で、このね、なんでこの、まあ、バスが、このゴール15分前にここゴール地点で通過したかというと、まあ、今回、コルシカ島はいろいろ混乱があったんですね。交通整理の問題とか、結構アバウトな場所なんで。で、本来これ上がってるんですね。そう、さっき鶴瓶さん撮ってた写真の時に持ってたのがあるんですよね。上上げて通してたんですね。で当初、森田グリーンエッジはスタート地点でいろんな渋滞に巻き込まれて遅れたと言われていたんですけど、実は森田グリーンエッジは一番早くここのゴール地点のバス地点に帰ってたの、はいはい、で、この運転手はもうホテルで寝てたらしいんですよね、はい、そしたらスポンサーの VIP が急にゴールを見たいと言い出して、はい、森田の人だ、はい、で、急遽向かったらこのザマーですね。あー、レース見たいとか言うもんだから、お偉いさんが、はい、で、突っ込んだと。で、これね、はい、ラスト15分じゃないですか、はい、で、3キロ手前にすると、で、3キロの道路はすっごいクランクになってて、無理無理って場所だったわけじゃないですか。映った瞬間、僕もう幸せでした、はい、ここゴールにするのっていう。で、3キロ手前に一応計測装置があるんですね、はい、特別処置、3キロ以内の落車は、はい、全員同サイドで進めるようにならない、
でその計測をしてるので、はい、で急遽3キロ手前ゴールしちゃった。なんでかというとバスがもう抜けないんですね、はい、バックしようと思ったらこれがガラガラガラってなって倒れそうになったので、これをどうやって抜いたかっていうとですね、はい、起点が効いた人がバスの前輪の空気を抜いたらしいんですよ。あ、すごい。本当だ。これまだ分かんないですけど、これ多分沈んでますよ。これエアサスをまず抜いたけど抜けなかったんですね、はい、で最後空気を抜いたらもうちょっと下がって下がったんですよ。はい。したらもうこの会場が大喝采。その瞬間、ね、画面映ったんですよ。で、あの観客席のところに入ってくるのが見えました。でそれが多分もうゴール、5分ぐらい、10分切ってますね。あー、すごい。もう本当寸前のところで。でそこで今度また、はい、ゴール戻します、はい、ゴール戻しますって英語とフランス語でまたね、すごいね、はい、ラジオツールで入ってましたよね。でその直後に集団で落車がダーン。あー、もう結構な感じで、あの有名な熱血ね、マーク・マリオ監督がゴール後にもう吠えまくって、ね、ふざけるなということで、まあ、そんな大事故、大事件にちょっと居合わせてしまったということで、で僕的に驚いたのは、それで切ってるのがゴールしたじゃないですか、勝ったじゃないですか。で、あのインタビューでドイツ語のインタビューが始まって、いやー、大変な混乱だったけど、3キロのゴールとかって混乱しなかったの、え、そんなこともあったのって、全く知らなかったって、無線伝わってないのっていう。結局分かっていた選手と、あともうゴール前ですから、直前ですから、はい、分かってる無線外してたり、あともう何言ってるか分かんない、はいはい、やっぱりもう無線でちゃんと聞き取れなかったりするので、習志野選手も正確には把握しなかったということで、逆にカベンディッシュは把握をしてて、なんかよく分からずに何回もスプリントしちゃったらしいんですよね。そうなんですか。はい、それ3キロ手前でやって、なんかよく分かんなくて、で、なんかもうモチベーションも失って、結局、ゴールでは、はい、遅れてゴールだったということで、そういうことだったんだ、はい、いやでも、100回目の大変なところで出会いましたね、そうですね、これはびっくりしましたけどね、まだ写真残ってます？いや、もうなんか、さっきあの、現地人の方の写真とかありましたよね、ちょっと行きますか、どこで写真だったら出してください。一瞬だけね、ちょっと